本住最新不動産情報ならぬビンズ最新不動産情報やってまいりました。ビンズンですよ。日本でいう横浜、もう東急さんがねこの土地を開発してくださってるおかげでマンションめちゃくちゃ立ち並んでる。前回ビンズンで紹介したのがザビュー、そして今回紹介するのがソラガーデン2。2021年7月こちら建って最新ですよ。この隣にはさ、来年にはイオンモールできる、で港南もできるんでしょ、川崎フロンターレのフットサル場もできる。そして今回紹介するのは2ベッドルームです。工業団地にお住まいを希望される方はもうここは今見とくべきな場所ですよ。行ってみましょう。レッツゴー。おお、やっぱ新築の匂いがする。まあ最初ね、靴箱広いです。広くなってます。ベーシックな2ベッドルームって感じだね。でも6人の椅子って結構珍しくない？2ベッドルームだと大体4人とか、ちょっと広めなテーブルっていう感じよね。うん、そうね。うん。来た。2つの。設備！よくないな。え、2つの線香花火でしょ？ああ、そういうことか。そう。夜中線香花火が。はい。ビームを飛ばしてるからね。はいはいはい。なるほど。そしてここなんでしょう。あ、洗濯機。見て、棚あるよ。柔軟剤とか洗剤とかここに置くことができるという。なんかね、下に置きがちだけど上に置くことによってね、下の汚れとか気にしないで済むという。さあ、そしていきましょう。キッチン。L 字型で広いですね。で、この2つ。広いね。黒ですごいなんかおしゃれな収納もね、広いね。上も下もここも広いし、たくさんめっちゃあるわ。こっちもめっちゃあるやん収納。はい。で冷蔵庫でね、広家族、ファミリー向けで OK です。いや、2ベッドだもんだって。2ベッドでそれ無理よ。単身用のちっちゃい冷蔵庫はきついよ。だってもうこれぐらいの想像してたよ俺は。いや、だっていや、そもそももう高さあんだからここに広っ。ここにも収納あるよ。いいね。めっちゃいいね。リビングですよ。リビングも広いね。ここのスペースがやっぱ子供遊ばせたりとかね、すごいいいのよ。こういうスペースがあるのっておもちゃ置いたりとか、なんかねすごいファミリーのことを考えてくださってる家だなというのを感じます。杉本さんいないからちょっと皆さん本当想像できないと思う。広さが結構広い。いや、だいぶ広い。だいぶ広くない？うん。1、2、3、4、5、6。もう失敗してたんだ今。え、5人目と6人目が半分重なってるって。 6?6、6、6、7。もう7がもうカメラから切れてます。でもマジ広いね。このソファボットマンもあってね、リラックスできますよ。さあ、そしてベランダですよ。こう窓も大きいね。大きく風をもう取り込んでくれますよ。ベランダも広い。結構あるやん、この隣の部屋から。結構ある。マジで軽快やな。結構あるもんだって。広さが高い建物ないもん見た感じで。ネイチャービューでしょこれが。
ホーチミンはね、リビアビューとか言いますけど、リビアって、リビエ、V をはっきり言うタイプ、リビアビュー、リビアビューですけど、こっちはネイチャービュー。セミがすごいね、自然の音をすごい感じれる。でもね、あの部屋の中にいると全然あの聞こえなかったので、うん、まあちゃんと寝れます、当たり前ですけどまあ5階はこのような感じなんですが、21階のお部屋もございまして、そちらもご覧ください。こちらがスモールベッドルーム。結構好き、このシーツの色とか。俺は結構好きな色だわ。あのセンスが合いそうです、ここを作った方と。でこのね家具もリビングとかと同じようなタイプので、あ、ここにも電源だったり USB もあるし、充電もできる。で電気おしゃれやん、ほらめっちゃかわいい。だからここでだけん歯医者さんとかねできるんじゃない、この歯に当ててさ、こうやって、あー C1AB とか言えるんでしょ。無理です。え、口の中に溜まったものも全部ジャラタだよ、ここでやったら。大きな、はい、鏡もありますし、で収納も広いですよ。スモールベッドルームにしてはなんか結構ちゃんとした収納あります。そしてこっちがシャワールームですね。もう綺麗ですよ、だってもう本当これね誰も入ってないって証拠。まだビニールがかけてあって、これを剥がすのはあなたたちです。オンバトン、全盛期のオンバトン。まあシャワールームも一般的なあのスモールベッドルームの備え付けの方の一般的な大きさでございます。結構しっかりとしたね段差になってる。これね高めになってるけん、やっぱ水出ないですよ、こっから。これ結構ちゃんと高くなってるし、ここがねあの剥げてこないようにステンレス的なことでこう強化してあるけん、いや結構いいわこれは。これあんまり見らんね。で収納がねすごいわ、ほらここにもあるよ。でトイレットペーパーの予備とかは置けるんよきっと。はいはいはい、うん、でまあまあここにもね当たり前のようにありますしね。当たり前の顔して、うん、当たり前の顔してここにおるよ。どんな顔してるのかちゃんとここにもあるし、そう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 、素晴らしい、いいですね。メインベッドルーム、こちらもだけもう統一感の取れたシーツ、シーツの色、俺が好きなやつ出た。一番好きなやつ出た。ここにめちゃくちゃ漫画本とか入れてた俺も俺の実家もうここにめっちゃ並べてた漫画本とか。本来は多分ね下着とかタオルとか入れたりするんでしょうけど、まあこういったところ無駄なく使えるっていう。でこのテーブルもありまして、で収納も広いですよ、奥が深いわ。まるまるスーツケースとかいけたりするんじゃない、こことか。ゴワーファーガーファーっていける。ガーファーだ、ガーファーガーファー、ここに入るガーファーみたいなちっちゃい企業なんてそこに入れてまえや。でかすぎるやろガーファー入れてまえ。もじゃシャワールーム、もう綺麗ですよ、まあ、さっきよりやっぱもう当たり前ですけど広い。トイレも広く、でこのビニールもついてますんで、これを剥がすのはあなたたちです。全く言ってない。本場と2周目した勝ち抜きしたやろ。そしてねシャワールームは広いですよ、やっぱりメインベッドルームのシャワールームなのでかなり広く、もう両手広げられるぐらい。でこれ嬉しいね、これ見て、遊びの触るやつじゃないよ、ただ触るだけのとこじゃないよ。ここにねドアが、壁を破壊したりしないようにでね、ドア傷ついたりしないように優しく受け止めてくれる、優しく受け止めてくれる人がいるってだけでね、皆さんベトナムにあ、安心して来れるってなるんですよ。これそう、これだけこれそう、なんか疲れてたものがね、不安だな、ベトナム行ったら一人寂しいな、なんか頼れる人もいないなっていう時に頼れる存在。なんていう名前だ。これは、ゴムドア止め優しいボタン。うわー、ダッサー名前でございます。よかったこれがあって。共用部もめっちゃおしゃれで広い、バーベキュースペースありので、こっちはねテーブルめっちゃたくさん置けますと。すごいね、
の奥にはシンガポールマリーナベイサンズ。違います。あれちょっと、ここどこだっけ。ベトナムからも見えるってよ。いやでも眺めも綺麗よね。すごいね。こちらプールもね、広くて綺麗ですよ。これね、太陽がね、綺麗に隠れる位置にあるけん、日焼けせずに入れる。これがもう素晴らしいポイント。激アツです。おろろきょん。もちろんジムも備え付けでありますし、器具もたくさんございます。癒しをあげたらタダで借りるのコーナー、ビンズ編。ビンズエリアといったら、ホーチミン市から、まあ、タクシーで1時間から1時間半ぐらい、まあ、これはね、もう渋滞とかでちょっと時間が変わりますが、それぐらいの場所で、広さは86平米、来年、イオンモールできて、港南できて、で、川崎フロンターレのサッカースクールもあって、で、イオンモール、ビンズンキャナリーまでのシャトルバスも出たりしとるけどね。まだできてないけどね、横のイオンが。2ベッドルームでしょ。これむずい。マジでわからんな。でも新築だけどね。めちゃくちゃ新築ってことでしょ。マジで当てに行くわ。いやこれいつも当てに行ってもらわんと、これ言ってるのよ。もう今回マジガチ中のガチ、ガチ中のガチ、ガチオブガチ、ガチオブガチ、いきます。1000ドル。いや高いかな、どうなんだろう。もうめっちゃ新築やんこれ、1000ドルお願いします。じゃあ答えのお願いします。税込み管理費込みで980ドル。うわちょっと待って、マジめっちゃ刻んどるやん。ずるない俺ね、マジ迷ったんよ。950ドルか1000ドルで迷ったんよ。めっちゃ欲しいやん。950でも外れればいいよ。いやでもめっちゃ刻んでくるやん。ずるない。管理費とかそういうの入るから。そう、10ドル止めてほしいわ。でも980か、いいね。でもね、980で4人、家族4人とかで暮らせたりするんだったら全然いいわ。もうね、今ベトナムに入るのは陰性証明書のみで入れたりもしますので、入国したらビンズンに住む方、ぜひこちらの方住んでみてください。そして他にもたくさん物件ございますので、ぜひ気になった方は下の問い合わせから問い合わせしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよならー。